お笑いチューナーといえどもトラックレースは手抜きなし。まずはやはりこれエンジン、エンジンはみんな基本的にどこも同じぐらいみんなパワー出てるんで、ただうちの6番目かな。ただその寂しい部分をボディで置いた。今回前回3人の時に軽量化しすぎてまっすぐ走んないから、今回剛性の方をもう重要視してきちんと200、400ずっと踏み切りできるようにボディ剛性上げようと。軽量化よりも剛性、剛性の方が大事ですね。足回り、足はいろいろもうやったんですけど、今回ショックテスターも導入しました、減衰力測った上で見つめていこうっていう。なるほど。それはスプリングも含めて、スプリングも含めてアライメントも当然かかってる。そうですね、重要だと。毎回取り直して、はい、いくとどこがいいのかっていうのを探るっていう。テクの重要性はどうですか。いや、テクニックより、やっぱりボディでしょ。なるほど。工藤ちゃんはじゃあこのドラッグのもう一番のポイントはボディ、ボディ、ボディと足。マシノリの技術とテクを高めてここまで来ました。日本のドラッグベスト5に入るチューナー、続いてはダウルス林とっくりさん。どうも。まずエンジンからいきましょうか。800から1000馬力どれすごい広いと思うんですけどぐらいですね。うちのは一番パワー出てないですよ。でボディは、ボディもそこそこ。僕はもう基本的に乗り手が一番だと。シフトの速さ、これすごいじゃないですか。みんな、まあ、最近シーケンシャルですけど。シーケンシャルですね、シーケンシャルも使ったんですけど、タイムがあんまり変わらんかったと、じゃあやっぱりみんなに近いエッジパターンでやっていこうじゃないか。ストリートを考えると、そうですね、エッジパターンで十分、普段乗ってる車と同じような、僕はもう基本的に乗り手が一番だと。じゃあボディでも、足でもない、乗り手、そうです、テク、テクに関してはじゃあもうそれはもうぶっちぎり、ぶっちぎりですね。でそのテクの中で一番大事なポイントは、まあ、バランスですかね。え、テクのバランス、とにかくドライバーが一番。そうですね、もう今乗りこなしてます。なるほど。ニューボディにした途端記録を続々更新。その秘密は、最近目いっぱい頭角を現してまいりましたアバンスメイト太田さんです。まずボディからはこの辺は、まあ一通り皆さんのやられてるようなフルスポットとサイドシェル発泡ウレタンぐらいですかね。あと、みんなの研究して、いいとこ取り。そうですね、エンジンに関して、エンジンはずっと前から使ってる06-25G というやつのそのままの世界なわけなんですけども、足回りに関してサスペンションは、足回りは工藤さんとここで大ヒットした N1 ダンパーですか、あれを僕も講習を聞きに行きですね、富士山、なんとかちょこっと触れるぐらいになって、いいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、でじゃあそれぞれのいいとこを取って作ってきて、それを動かすテクは、タイヤが足らなきゃ多分いいと思うんですけど、徹底したパワー志向の究極のストリートマシン。日本のドラッグチューナーベスト5、続いてはベールサイドの横幕さんです。こんにちは。とりあえずラジアルでね、出せるとこまで出したいなっていう、なんかそういうちょっとしたこだわりで今やってるんですけど、ボディの作りとしてはどうでしょう。剛性をこの車作るときにだいぶ上げたんで、その辺はだいぶ、まあもう10年経つけれども結構使います。テクは、いやもう怖いですはっきり言って、この先は乗りたくないっていつも思いますね、やっぱり最近言うぐらいの車になってしまってるってことですね。なんかちょっと中途半端ですね。もうここまで来たからやっぱりドラッグスリックを履いて、で皆さんと同じぐらいまで軽量してね、で、仲間に加えてもらおうかなとか思ってますけど。アバンス号どうしたのかな。トップバッターはとっくりに変更。それではいろいろな角度からじっくり走りをどうぞ。アバンス太田復活、切れ味鋭い走りに注目。
悪いんでしょこれ今感じ。感じの面きっといいんだろうね。本当はいいんじゃん。じゃあさっきにちょっと見せつけちゃった方がいいかもしれない、はい、タイヤが垂れないよう気をつけます。はい。パワーよりもボディと足回りが大事だという工藤ちゃん、見せていただきましょう。3足4足だいぶ先ので振られてたよ。聞いてみよう。ねえ、足がやっぱり柔らかいですよね。足がちょっと今日の目に合ってない。そうそうそう、だから今からちょっと硬い変える。結構マジ、結構マジですね。パワーを追求するのが使命と生きるベイルサイド、ラジアルタイヤでの走るっぷりはいかに。見てる方もこりゃ乗ってるはもっと怖いよ。だから乗りたくないって言ったもう3足4足やばかったっすね、あれ。もうラジアルだとね、うん、ほんと一歩間違うと